どうも、ゴルフプレイング4です。トモです。はい、リオです。はい、今回7から9番ホールもう終盤です。終盤だね、うん、トモはまだ100ギリギリと戦ってる。100だけは打たん、100だけは打たん。はい、で、リオはもうちょっとベストスコアいけるんじゃないか、うん、残り3ホールを残して65、うん、ベストが96なんで残り3ホールで21以下で回ればベストです。普通に狙える、狙えるよ、狙える状況、うん、7 3連続7とかないでしょ、うん、はい、俺やるかもしれん、うん、まあ、どうだったのか、うん、では動画どうぞ。ダフっていい感じ。ドン。トトキ。お、いい、これもいい。よかったね。トップした。大丈夫は大丈夫。ちょっと左。巻いちゃった。
惜しいね。初ラウンド、うん、どうでしたか。僕はもういつもの通りです。平均、はい、大体平均の通りだと思います。そしてスコアは89。お96から、うん、89に、うん、一気に、うん、そんなにでもドライバーの調子とか良くなかったけどね僕、うん、あれじゃない、大怪我しなかったんじゃない、うん、それはあるね、うん、僕はもう傷だらけだったでしょ、ところどころ大怪我を、うん、ね、どこそこでしてたよ、うん、5パットして今年の目標を僕が80台を1回目指すっていうのは、うん、クリアだね。クリア、うん、今年のなんか目標は、うん、ラウンドとか打たない。100を1回も打たないね。打ちたくない。あ、打ちたくないね、うん、300飛ばすとか。それにはね、運がいるよ。あの風とかいろいろ運がいるね、うん、僕はまだ平均が100ちょっとだから、うん、平均を90台に、うん、96とかに持っていきたい、うん、80台もあと2回、1回2回ぐらいは出したいけど、うん、3月にはドラゴンの大会が僕はあるから、うん、そこでは312だから、うん、それ以上を その大会ではってことでしょ。その大会を目指して頑張ります、うんうん、ということでありがとうございました。決まれ、セコドン。セコドンじゃねえし。